はい、皆さんこんにちは。葉っぱが色づく季節になってきましたね。ということで今日はもうすぐ紅葉シーズンなので、僕が去年一昨年に行った、紅葉スポット、ちょっとねなかなかいいところだったんで、その話でもしようかなと思います。それじゃ行ってみよう。まず1箇所目、茨城県の大子町にある袋田の滝です。この袋田の滝、ちょうど1年前去年の11月頃に行ったんですけど、それまでその存在知らなくて、ちょうど僕がスマホのドラクエウォークにハマってる時にお土産エリアとしてその袋田の滝が候補になってたんですよ。で、車でねお土産回収兼紅葉を見に行くっていうので行ったんですけど、なかなかね迫力のある滝でしたね。滝の高さが120メートル、幅73メートルの滝なんですけど、こう結構近くから見れて水しぶきがバサーってこうかかるぐらいの距離まで見れるんで、すごい良かったです。なんか調べたら冬は氷瀑って言って滝が凍る、よく華厳の滝とかであるあんな感じのあれも見れるらしいんで、ちょっと見てみたいですよね。でも滝が凍るぐらい寒いってことは路面凍結しますよね。あーバイクで行けるかな。はい、続いて2箇所目、那須塩原の紅の吊り橋です。この場所は確か2年前のやっぱり11月頃に行ったと思うんですけど、ネットで紅葉スポットって検索して出てきた場所だと思うんですけど、西那須のインターチェンジからひたすら川沿いをずっと走ってたんですよ。そしたらね温泉街があって、その温泉街を抜けた先だった気がするんですよね。結構こう川一面がね紅葉めいてて、わー綺麗だなーと思ったら、いきなりねポツンと、そんな大きい吊り橋じゃないんですけど吊り橋見えて、おーなんかあるっつって、で近くに車を止めて吊り橋を渡りましたね。吊り橋を渡った先には露天風呂があったんですよ。入りたかったな。はい、最後3箇所目、秩父の長瀞です。ここは言わずもがな埼玉で有名な紅葉スポットではありますよね。ここはね僕もバイクで去年行ったんですけど、もう秩父に近づくにつれてどんどんね葉っぱが紅葉してって、目的地に着くまででも楽しめる、そんな場所ですね。バイク乗りの人もね結構多く見られるんで、やっぱり秩父はねツーリングスポットでもあるんですよね。あ、全然関係ない話なんですけど、今年の夏に大滝食堂っていうバイク弁当が食べれる場所に行ったんですけど、バイクの多いこと多いこと、やばい、話してたらどこか分かんなくなっちゃったってな感じで、今日はね僕が昔行ったことのある紅葉スポットのお話でした。滝も吊り橋も川もどれも良かったんで、もしね参考にしていただければ幸いです。もしねこの動画を見てその3カ所行って、ああ良かったなっていう人がいたら
高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。じゃあ迷子になっちゃったんで、また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。